おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。このチャンネルでは、この小型のマイコンですね、マイクロビットの説明をしています。今は、三日月集まれということで、中学生、高校生、大学生、高先生ですね。で、まあ、理科好きな人を対象にさせていただいています。で、このシリーズ、実習形式で取り出したのを、まあ、セカンドシーズンとちょっとかっこつけてみるんですが、まあ、そこでは実際のこのマイクロビットを使って実習をするっていうのをコンセプトにとっています。で、ファーストシーズンの方はですね、マイクロビットを購入するのはやはり3000円ぐらいの費用がかかるので、ただなくてもプログラミングの勉強はできます。だからまあマイクロビットでプログラミングの勉強したいっていう人は、理科好き集まれのファーストシーズン見ていただければですね、別にマイクロビットなくても、プログラムの勉強ができますので、そちらをご覧ください。今やってるのはですね、これを実際に買って、ここに入っている、まあ、これ光センサーなんですけど、あと温度センサー、だとか、まあ、加速度とか、いろんなセンサー入ってるんですが、実際にそれを使って実験してみようっていうことで、始めています。で、第1週目は、まあ、実際このマイクロビットにプログラムを書くために書き込みをするとか、いろいろこうマイクロビット、実際のマイクロビットを使うための説明をしてきました。で、2週目から実習しようと思ってですね、温度と明るさと、まあ、ここに明るさと裏に CPU の温度を測るっていうので、まあ、2週目から温度を測って、光測ってっていうふうにやって、5回やったんですけど、まあ、いわゆる、まあ、ちゃんとした実験でいう予備実験ですよね。ちゃんとした実験する前にいろんな実験の準備をすることを、まあ、もう全部まとめてですね、予備実験というような呼び方を、まあ、大学とかですね、研究所では言うんですけど、まあ、結局2週目がそのこの明るさと温度センサー使って実験しようの予備実験でほぼほぼ5回使ってしまって、かつ実際のこの実験のために作るプログラムを作ってみましょうって言って準備せず作り出したのですね、動画がなんと45分にもなっててですね、私もどうしようか、撮り直すか10分ぐらいにと思ったんですけど、でもやっぱり実験っていうのは本当それぐらい大変なんですよね。なんか開き直ったって言っている怒られそうですけど、実際それぐらい大変なので、3週目はですね、本当のこの温度と光の実験をやりたいなということで、もう一周させてもらいます。2週目はなんか長くていろんなことしたよねっていうのがあるんですけど、この3週目をやるための、そのための準備だったということで、お願いします。だから1週目も準備、マイクロビットを使うための準備で、2週目はこの光センサーと温度センサーの実験をするための準備で、3週目で実験してみたいなと。で、できればですね、実際に動かして、1日中、まあ半日ぐらいですかね、まあ今からプログラム動かして、次の日の朝まで、明るさと温度がどんな風に変わっていくかっていうのを、まあ、計測したデータをですね、まあ、Excel お持ちじゃない方もあるかもしれないので、Google ホームの中にそういうグラフを作る機能とかあるので、まあ、そういうのを使って3週目でですね、まあ、半日近く取ったデータを一回ちゃんとグラフにして書いてみて、で、この動画のコンセプトですね、見る、測る、考えるということで考えてみるっていうところまで、いけるかなというのを一回やってみようと思います。今日も序盤でだいぶ喋りましたが、だから3週目もですね、もう一度温度と明るさを測るというのの続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、前置きが長くなりましたが、じゃあいつものように画面をですね、インターネットのブラウザーに切り替えて、作業を説明していきます。はい、まあ、ブラウザーが開いてですね、まあ、新しいタブを開いて、マイクロビットと、マイクロビット、.org としてもらってですね、このレッツコード、これ英語のページなんですけども、
この Google Chrome というのを使うと日本語翻訳っていうのもやってくれまして、それのコーディングしようという中のメイクコードエディター、ブロックでプログラムを作ります。はい。で、前回やったプログラムがざーっと並んでるんですけども、まあ、概要欄にプログラムの欄を貼っておこうと思うんですが、まず、この前回作ったプログラムですね。これをまあ改造することにもなるかと思うので、一旦コピーを取りたいなと思っています。で、コピーするときは、この上書き保存のボタンを押してもらって、少し待つと、どこに保存しますかと出てくるので、マイクロビット本体以外を選択してください。で今もマイクロビットこうやって繋いでるので、ここにマイクロビットって見えてるんですけども、ここに書き込むと、このプログラムが書き換わる。まあ、それでもいいんですけども、今回はちょっと複製を作りたいので、まあ、ダウンロードとか、ドキュメントとか、そこに保存をしてですね。ください。で、一度ホームに戻ってもらって、この読み取りと、ここにボタンがあると思うんですけど、これを開いてもらって、今日作ったやつ。ダウンロードの中です。ダウンロードの中にこれですね。これを開き直してもらうと、コピーが開きますので、それを作っていきましょう。明るさと温度の実験。なんか名前を分かるようにしておきたいと思いますね。温度、光温度にしておきましょうか。光、感じにしておきます。光、温度、実験の1回目。もうプログラム変わっていかないと思うんですけど、一旦これで保存しておきます。で、前回だいぶプログラムが複雑になりましたが、どんな風になってるかっていうと、まあ、このカウント時間ですね。それからカウント秒、それから秒設定時間。この時間、この秒刻みでデータ取っていきますよっていう風にしました。で、それがですね、秒動作時間っていうのはこれずっと作っているプログラムで、B ボタンを押した時間ですね。そこから、ずっと電源が入ってから動き続けてる時間を引いた時間を動作時間として、その動作時間から、秒っていう単位を取り出して、その秒の単、秒動作時間が前の秒の動作時間と違った時だけ1秒ずつカウントアップして、カウント秒。これが実験の、実際の実験するための秒の時間です。これを取り出すためにだいぶこう、行ったり来たり、なんか準備をせずにこう、こうだ、ああだって言いながらやったので、40分ぐらい説明しちゃったんですかね。で、まあそれを一応、見やすくするために、ここに数字が出るようにして、カウントしてる時間が見えるようにしておきましょうというふうにしました。で、これ2桁を表示するフォントで、これで、100秒まで行くとまた0に戻ってくれるので、まあそういうふうな形のプログラムにしてます。で、カウント秒が、秒設定時間ですね。さっきのこれより大きくなった時に、この時間を書き出しましょうというふうにしました。はい。で、時間、分、秒というのを、カウントしながら作っています。で、ここですね。ここがリセット時間で秒なんですけども、ここで1分経ってクリアするときに秒動作時間とか、この2つもクリアしながら分を1つ増やして、で、分が60になれば、分を0に戻して、時間を1つだけ増やしてっていうふうにしています。で、時間が24時間以上増えると、1日、デイズっていうのが増えて、時間が0に戻って、日にちですね。
日付のデータも残すようになっています。はい。で、ここで、その決められた時間のところで、時間を書いていくということになります。で、これ日にち、1日目、2日目が書き込まれてないので、少しそのあたりをしたいのと、それからですね、実際データをですね、1日間ずっと取っておこうとすると、そのマイクロビットに覚えておくとか、そういうことができないんですね。で、そのために、通信してデータをパソコン側に保存しようと思うので、そういうことも考えると、ここをちょっとシリアル通信の行を書き直さないといけない。で、それから前回やって分かったんですけど、これ初めてここに入るのが、今だったら15秒に設定しているので、15秒に1回、だから最初の0秒の時に書いてくれないんですね。そういう問題もあったりするので、今日はそこの修正から入りたいと思います。はい。で、ちょっと何をするかっていうと、以前説明したテラタームっていうのにですね、タイムスタンプをつけて、データを保存する方法もあるんですが、まあちょっとタイムスタンプはもうこの自分の作ったプログラムを信じていくということで、で頭に日にちを増やしたいんですよね。日付のデータを増やしたいので、でそこをちょっと拡張したい。でそれからグラフを書くときのプロッター、UART プロッターっていうのも導入したので、それでも読めるようにしておきたいという。で最後はカンマで終わりにしておきます。だからちょっと一番最初に日付を増やしてあげたいので、こうやってちょっと一つずつこうフォローしていきます。お、じゃあカラーになったとかハローになって、ここにデイズをこれですね。これを追加してあげておきますが、これじゃダメなのかな？日付なので、文字でないとダメなので、よいしょ。よいしょ。数値を文字に変換してから書かないといけないので、で数値を文字に変換するを入れてあげて、デイズをこの中に入れてあげます。はい。で、最初だけというので、ここをですね、最初0秒の時に一回書いてほしいので、プログラム的に0の時も通るようにみたいなのをすればいいんですが、もう最初だけのところにちょっとこれをコピーさせてもらって、最初に一回書くように、プログラムを変更しておきたいと思います。最初だけがどんどん大きくなってきました。最初に1回、これ全部0ですけど、まあ最初の明るさと温度をとって書いておきます。で、それをこうずっと回して書いていくということになります。これちょっとリスタートしてみましょう。なんか困ったちゃんの顔になってますね。はい。これで死んで倒さないといけないかな。ここで再起動を押すと困るのか。なんかエラーになるみたいですね。この画面に来てから再起動したらダメみたいですね。この画面で動き出したらシミュレーターにしてみましょう。で、ちゃんと最初の日にち、時間、分、度、最初の明るさ、温度21度。で、15秒経つと、書き出すという風になってます。で、15秒になった時に0に戻るので、ここの表示は15になると次0になる。書き込んで0になって、こう増えていく。次、書き込むまでの時間、15になるまでがカウントアップされていると。ということになりますね。
で、これ今シミュレーターで動いているので、はい、シミュレーターで動くのが確認できたので、実際このマイクロビットに書き込んでみようと思います。と、接続して、ペアリングをして、で、OK ですよと出たら、これを押してやると、裏がチカチカチカッとして、実際数字が出だしたら動き出したということになります。はい、動き出しました。で、動き出すとですね、ここにデバイスっていうのが出てくるんですが、少し時間がかかります。なんか1回目出てからかな、13、14、15、1回通信して書いた後から反応しだして、デバイスっていうのが出てきてくれるのか、かなり待たないと出なかったような気がするんですよね。はい、やっと出ました。30秒ぐらいで出てきました。まだなかなか出てくれません。次の15秒で回復に出るのかな？やっと出ました。45秒で出ました。なんかこう、シミュレーターですぐ出てくれないんですが、一応これで明るさと秒とが出ているなというのが、まあこの開発環境、マイクロビットの開発環境上で分かった。で、今1分になりました。1分になって45の0というふうに書いてくれるというのが分かりました。はい。まあ、ここまでぐらいに一回しておきましょうか。この次、この次ってやると、実験って結構面白くて時間忘れてやっちゃうんですよね。そんなのもあって、ちょっとこう、こまめに切って進めていきたいと思います。今日は、まあ、2週目で作った光のプログラムを最終的に、実験に使えるようにちゃんと0点を合わすことですね。0から書き込めるようにしたのと、まあ、15秒おきにデータを書く。で、まあ、これで、本番の実験に使える状態のプログラムができたよということで、そこまでの説明ということで、実際の実験ですね、に向けて少しずつ準備を今しているということになります。はい。じゃあ、3週目の1回目、これで終わりたいと思っています。はい。共有を切ってですね、これで3週目の1回目が終わりということで、明るさと、それから温度ですね。温度の温度計の実験ということで、3週目の1回目、これで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。